どうも、今日はですね、ショボのルキミンというゲームやっていきたいと思います。いきなりなんだと、いつもマリオメーカー2ばっかりやってるじゃねえかお前と、そう思ってるかもしれません。たまには僕もですね、こういうハートフルなゲームをやっていきたいと思うんですよ。そしていつもキチキゲームばっかやってるこの心を癒していきたいなと思うわけなんですけど、このゲーム見た目にとらわれてはいけません。めちゃくちゃ鬼畜なんですよ。操作説明は一応もう読んでるからね、早速やっていきたいと思います。でやる前にちょっと気づいたんだけど、この画面でさ、クリック押すじゃん。そしたらね、このルキミンちゃんっていうのかな、このキャラクターがめっちゃ出てくるんだよね。これでちょっと面白いこと思いついたんで、ちょっとやってていいですか。はい、今日はですね、このゲームやっていきたいと思います。何のゲームだよ。もうゲームの題名が全く見えませんね。スタートした瞬間この画面から始める人いるのかな。いや、ゲーム名見えねえじゃんってなるんですけど、まあまあ茶番はこの辺にしといて早速やっていきましょう。あのアプリとかでショボンのアクションってあるじゃん。多分そういうのと似たようなゲームと思うんだけどね。データあれこれそれ適当だなこれ。じゃあこれがいいや。これでシフトを押してスタートしていきたいと思います。あれやべ、ぶっ壊れた。あれシフトじゃねえ、エンターかな、それともマウスのクリック。ああなんかできたね、やっとできました。この可愛いハムスターみたいな感じは何なんだろう。まずこのおにぎり取っていくのかな、どうなんだろう。ちょっと取ってってみていい、どうせ罠だと思うんだけどな。取ります。はあ。なるほど、そういうことね。あれちょっと戻れ、やべ、操作説明もう一回見直していい。あ、わかった、 R ボタンだね。 R ボタンでやられてもすぐ戻れるっていう感じだね。なるほど、こっから R ボタンしても、あ、途中で R ボタンしても戻れるよ。なんで進んでいきたいと思います。これね、僕コントローラーでやってないんですよ。あのね、頑張ってて。いや、そんなスマブラでやられたみたいになんないでいいじゃん。じゃあこの場で飛び越えろってことだろうね。飛び越えて右の牙どうなる、これ絶対打ったらいけないよ。なんか出てくる、あ、なんで急に歩いてくるの。ショボー、来るな来るなよ、頼む来るな、もう来るなって。ここむず、一番左まで寄せておいて、ここなんかね急に壁が出てくるんだよね。このせいで左に逃げれないの。じゃあこっからジャンプしてこの峠を乗り越えるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。これチェックポイント的な感じかな、ちょっと一旦やられてみていい。あ、やっぱそうだよ、一旦やられてもこっからね復帰ができるんだよね。そして左になんかあったよね、看板みたいなのがあったんだけど、ちょっとそこまで行ってみる。この看板なんか意味あるのかな。ふざけんなって。何看板読んだらやられるって。まあ気を取り直してこのリフトに乗れっていう感じで。いや一緒に動いてよ。何アナログだなこれ。いやなんか自分で移動しなきゃいけないんだよねこのリフトに乗っても。じゃあここでジャンプして、うわあのリフトすげえ怪しい。無視していってみる。いや罠と見せかけて罠じゃない。いやどうすればいいのよこれ。右にジャンプしてみようか、そしたらいけんのかな。あーなるほど、こういう仕組みになってんのね。隠しブロックが出てくる系か、ナイス。ここで、あ、間違えた。やっぱいつもコントローラーでやってたらさ、慣れないね、キーボードって。じゃあここはバネに乗っていいのかな。これ右行くしかないよね。あ、ちょっと待って、これは乗っていいのかな。なるほど、ここで右に行く感じ。面白すぎ。じゃあさ、これ横のバネに当たったらいけないんだよ。一番上に行った時に右、これでいいんじゃないの。なんでそうなるの。いや、ここがどうしてもいけません。どうすればいいんでしょうか。ほらね、絶対バネに当たっちゃうんだよね。こ、右を失敗したらいけるみたいな。やっぱ無理だよね、この状態。あ、いけたいけた、行って、こっから待って戻る。と待ってよ、戻らないでいいって。こっから右を進化する、ナイス、いけました。でここでちゃんとチェックポイント取ろう。チェックポイント取って下に降りる。しょうもねめっちゃしょうもねえやられ方してしまった。なるほどね、ジャンプしすぎたらいけないってことね。ちょっとジャンプでいけっていう感じか。さあ行きますか。いやちょっと待って、これはもうゲーム違うくない、こういう東方系のゲームなかった。どうすればいいだろう、このボスをどうにかして。わかった、右の赤いスイッチがあるじゃん、あのスイッチを踏んだらどうかなる。右のスイッチが開ける。
いやちょっと違うんだって、求めたてとどっち違う、ちょっと噛んでしまいましたけど、これでいいんじゃないかな。うわさらに爆弾が増えてきやがった、これは無理でしょう。ここまではね簡単に来れるんだけど、この3つ目からなんだよね。こっからがちょっとおかしくない、ちょっとゲーム性いや意外と当たり判定少ないな。どうしよう、どこが当たり判定か分かんない。とりあえずここら辺が安全っていうのは分かった。こっからどうやって右に行くかだよね。うわむずっけー、これもうおかしいじゃんか、出す量がさっきのスタート画面みたいななってるじゃんか。こっから隙間が出てきた、あ右に隙間が出てきてるよ。でここいけるのか、いけない、頼むって、もういいんだって、こんな避けゲーのシステムがあるだなんて思ってなかったんだって、もう進ませてお願いって、もう出さないでそんなに、もうこの辺で終わりたいと思います。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッ、次はいけるぞ。この当たり判定意外とね少ないっていうことは分かってるからね。どの状態、こっから右、よしここまで来れた、こっから邪魔くせもうタイムルート掴んできたよ。ちょっと隙間が生まれた時に右にジャンプ、よしよし、もう一回どっかジャンプ、惜しい惜しい、あはー、次こそ行こう。もうタイムルートは確立してきてるからね。爆弾がちょっとなくなった時に右、そしてここでジャンプ、よしここまではいいんだよな。次が難しいんだよ、ここが難しい、ジャンプ、やったこれで、ね、いけた、熱いんじゃないこれ、うわさらに難しくなるみたいな、もうやめてね、どうなる、やったクリアできました。さあここはどんな感じなんだろう、右に跳ねていくっていう感じかな。いやちょっと待って、これ無理じゃない、上にさトゲがある時点でさもうこれいけないよね、上のトゲ当たっていいみたいな、うわやっぱダメだよね、うわどうすればいいんだろう、このジャンプ力をどうにかして低くする何かがあると思うんだよね。ちょっとそれ探っていってみようかな。あ、分かった、これジャンプした瞬間にもう一回ジャンプボタン押したらさ止まるんだよね空中で、その状態で行くね、とりあえず右まで行こうか、右まで行った瞬間ジャンプボタン、そしてここもジャンプボタン、そしてここジャンプボタン、ちょっとちゃ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 、なんでおかしいでしょそれじゃあ最後は一気に駆け抜けろっていう感じかな、ちょっと見ててね、こっから右、はいダメー、いやここ難しくない、右ギリギリ、よし行けました。でここはチェックポイント取れるから頼む取らして、よしよしよし、そして上から、上からしかないよねこれ、ちょっと上行ってみるね、右上のトゲがちょっと気になるところなんだけど、このトゲはダメだよね、じゃあこのトゲをジャンプして抜ける、そして右に進めっていう感じか、さあ行きますか。でこのまんま下に行っていいのかな、下に行ってみるね今までなかったやそんなシステム、ここで急にシステム変えてきやがった、どうしよう、じゃあこれ下から行けるみたいな、なるほど、これ紙、紙でこのトゲを変えてるってこと、そういう意味ですか、いや面白いね、急にシステム性が変わってくるからねこのシステムもう何でもいいや、どれだこれか、これかこれかいやこれちょっと無理じゃない、右行って左、右行って左、なるほどこれでいけるのか、絶対右下も来るよ、ここも逃げます、よしよしよし、で絶対右も来ると思うんだよね、ほっタケノコ、あこれは別にいいんじゃない、タケノコじゃあここ一気に渡れってことかな、一気に渡ってみるね、右、よしよしよし、いやびっくりマークはダメでしょ、絶対取ったらダメでしょ、でここは右にジャンプしていけないよね、上になんかあったのが見えたんだよね、それちょっと取ってってみる、上にトロッコみたいなのがあったんだよね、そのトロッコに乗って行けみたいな、多分あの右下の三角のマークがあるじゃん、あれなんていうのかな、ジャンプ台みたいな感じじゃないのかな、ちょっとやっぱりこれでいけるか、面白いね、ここでスーパージャンプよし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 、でここは、いやわかんねえよそれは、ここでスーパージャンプした時にもう一回ジャンプせないけんばい、ここでジャンプして、ここでジャンプして、ここもジャンプ、ナイス飛び越え、うまいね、まだあんのこういう乗り物系
ー好きだよ。ただめっちゃギリギリを攻めないとさ、次に進めないんだよね。ここもギリギリでジャンプで、ここもギリギリでジャンプ、いけたか、これでいけたんじゃないの、それはわかんないって。見て見て、これさ右左するじゃん、このルキミンっていうのから右左ちゃんと左右に入れ替わってくれるんだよね。ちょっと可愛くない？じゃあ次はしっかり行くよ。シャボーン。いや絶対次こそ行く。あれは完全に初見殺しすぎでしょ。ここでギリギリでジャンプして、ここでローリングスーパージャンプ、これでバネに届くのか、行ってくれ頼む。やべえ、これ大丈夫か、大丈夫。来ました、ここで中間ポイントゲットで、ここのさトロッコも乗っていくのかな。いや、なんか壊れるね。何のコマンドも入れてないんだけどね、なんか壊れちゃうんだよね。ちょっとこのまま握ってみる。これ運べるんだ、これ運んでいってみる、これ運んでいくのが何か鍵になってるみたいな、そんな感じじゃないかな。あ、ゴールがあるよ。あれ、ここいけんくない、なんか隠しブロックかなんかあんじゃないの。うわ、なんもできないね。え、どうしよう。左下の穴があるじゃん、あの穴に入ってみるのが正解じゃないよね。わからん、ここどうやって行けばいいんだろう。隠しブロック的な要素もなさそうなんだよね。ちょっと一旦全部調べてってみるね。うわ、やっぱないね。右も行けないしね。ちょっと左戻ってみる。あの中間ポイントのさ、左トロッコがあるじゃん、そのさらに左まで戻ってってみるね。そしたら、いや乗ってないんだって、別に乗る必要はないんだって。いや違うんだって、だからちょっと邪魔しないでって。でここで左行ったら、あ、左行けない、なんかねブロックになってるもん、完全に分からんよもう。あ、今動いたよね。なるほど、こういうことで、ね、マウスでクリックしてこの台を動かせっていうこと。この下は、あ、下は動かないんだね。なるほど、これは新しい発見だね。じゃあこの状態でちょっとマウス避けておくね。この状態で右にジャンプして渡れるみたいな。なるほど、これでゴールっていう感じか。ゴートって何ですか。で、ね、ゴートの意味わかんないんですけど、あ、ここでこの台を持ってきて上に上げてやるみたいな。なるほど、これでゴールなんじゃないの。なにこれ、サンキューフォープレイング、 This is the last trap、 プレイしてくれてありがとう、これが最後の罠です。で、びっくりマークプラス上上下下左右左 BA、 なんだろう。はい、それじゃあメモったんで、このまま先に進んでみようか。この先最後の罠って書いてたね。絶対最後じゃない、これ何だろう、これが罠なんじゃないの。はあ、これですか、最後の罠これですか。おにぎりを食べるなんてしょうもない罠を仕掛けてくるんですか。じゃあここのワープゾーン入ったら右押しっぱしておにぎりを抜ける。ナイス、ここで中間ポイントと、あ、これでも最初の場所じゃない、絶対そうだよね。多分あの右上のびっくりマークがあるじゃん、あれにさっきのコマンドがあったじゃん、それをすればいいんじゃないのかな。で、2周目だからさ、さっきと罠が変わってるみたいな、そんな要素組み込まれてくるんじゃないかな。一旦ここはさっきと同じ風に行くよ、ジャンプ、そしてここもジャンプ、よしよし。で、ここでチェックポイントを取って、左の看板のところでさっきのコマンド入れてみようか。確か上上下下左右左右 BA でしょ、上上。無理じゃねえかこんなの、上した瞬間やられるんだよね。は？いや、ちょっともう一回やってってみていい、ここでマッハで入れてみるね。上上下下左右左右 BA。 おっせー、ダメだよね。あれ、わかりました、もしかしてさ、またマウスを持ってこの辺でクリックすればなんかなるみたいな。ちょっとルビキンどいて、この辺でクリックすればなんかなるみたいな感じじゃないかな。うわ、なんもならんよ、どうしよう。うわ、やっぱやられるんだよね。ここのゴール方法がわかりません、誰か助けてください、お願いします。マジでわかんねえ、さっきからねコマンド入れてるんだけど、いや、さっきからコマンド入れてる人、そこ渡れよまず。ここでねコマンド入れてるんだけど、上上下下左右左右 BA でしょ、あれ違ってんのかな、 BA、 あっ、わっ、
いやできた、分かった分かった、一旦やられてからコマンド入れれっていう感じだったんだね。いやこれは分かんないでしょ、やっとクリアできた感じだね。これは終わり、これステージ2とかステージ3とかないのかな。あればめっちゃ面白そうなんだけどね。確かこれね、ショボンのルキミンだったっけ、それの2とかも確かあったと思うんだよね。まあいつか気が向いたらやりたいと思います。それじゃあご視聴ありがとうございました。ここまでプレイしてくれた素敵なプレイヤー、あなためっちゃいいこと書くやん心温まるハートフルアクションゲーム、ショボンのルキビン、 You are perfect ショボン。キラーン、あ、やっぱりあるよね、なんか見たことあるんだよね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。